高く上がっています。しかしお見よあ見ろあこれ川越見えてないかどこだ。おお殿崎取ってました。そして一塁に送るダブルプレーになりました。おお今はもう川越はもう全く僕見えてませんというアピールをしながら打球はセカンドの殿崎でした。今天井当たりましたね、これすごい勢いで上がってきましたからね、正直今僕も打球見えてませんね。清水さん見えました今。いや僕あのライトの方ずっと見てたんですけど、僕も川越見てたんですけど川越選手が動かなかったので、結果ダブルプレーですね。いやーギータの力を見ましたね先ほどの打球ね。ちょっと改めて映像で振り返りましょう。これがガーンと上がりましてどこに当たったの。あった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 、うん、うん、お当たって戻ってくる。で落下点にはアップルキャッチしっかり取ってますね。これも田崎選手もよく見ましたよね。真下にもしてくる感じですから、遠近感も難しかったと思うんですよね。6回目が北からする。